はい、こんにちは、ヘルス TV のゆうぼうです。今回の動画は以前の動画でご紹介したように、引き続き基礎代謝を向上させる運動ストレッチの内容を伝えていこうと思います。今回はお尻と脇腹のストレッチを一緒にやっていこうと思いますので、一緒にやっていきましょう。まずお尻のストレッチです。両手をついて後ろについてですね、足を組みます。でこの時に立てた膝にくるぶしが当たるように足を組みましょう。でこの状態で10秒間保持します。これは大臀筋というお尻の筋肉を主に伸ばします。伸びているところを意識しながらやっていくとより効果的です。また深呼吸も合わせて行うことがより効果的だと思います。はい、では1回休憩します。逆足をやっていきましょう。また同じような体勢になって10秒間保持していきます。で大臀筋なんですけれども、お尻の外側を大きく取り巻く筋肉です。この筋肉の主な作用は股関節を後ろに伸ばす作用です。よくここを筋トレをされる方が多いかと思うんですけれども、ここの柔軟性がないと、なかなか筋肉もつきにくかったりもします。はい、一度休憩します。ではまた同じようなことを左右10秒ずつやっていきましょう。また左足を組んでもらって10秒間保持します。でお尻をしっかり伸びていることを意識します。で先ほどの話の続きなんですけれども、大臀筋というのはお尻の大部分を形成する部分です。使われていないと、たるみの原因になってしまいます。はい、じゃあ次逆そのままいっちゃいましょう。で股関節は下半身と上半身を結ぶ 大事な関節になっています。ここが硬いままだと血流の流れや下半身の疲れが残り、支障をきたすことがあると思います。はい、じゃあこれます。はい、では次に脇腹を伸ばすストレッチをご紹介していきます。まずうつ伏せのような形になってもらい、両手を床につきます。で両足伸ばしていただいて片足を曲げていきます。でこの時に膝は90度ぐらいにしてもらって、手が肩の真下に来るようにしてもらえればいいかと思います。これは脇腹の腹斜筋と腹横筋、あとお尻も伸びますので、そこを意識しながらやっていきましょう。はい、では次逆の方やっていきます。同じように両手を床につけてもらって、先ほどとは逆足を90度膝曲げます。でこの時にこの脇腹の腹横筋と腹斜筋とこのお尻を伸ばしていることを意識しましょう。お腹の筋肉でイメージしやすいのはシックスパックで有名な腹直筋だと思います。確かにそこを伸ばしたり鍛えたりすることは、くびれを作ったりシックスパックを作ったりするのに重要ですが、腹斜筋や腹横筋というお腹の筋肉も忘れてはいけない存在です。はい、では逆側もう一度やっていきましょう。腹直筋とは、体を曲げ伸ばししたりする筋肉で、体のバランスをキープして臓器を正しい位置で保って、その働きを助けるなどの役割もあります。場所は、お腹の真ん中、縦に沿ってついている筋肉です。はい、では逆側も一度やっていきましょう。で腹斜筋ですが、腰を丸めたり体をひねるときに使う筋肉です。外腹斜筋と内腹斜筋という2つから成り立っており、体幹を回したり横に傾けたりする動きのほか、骨盤や内臓を支えたり体幹を支えたりする役割も持っています。腹横筋は腹圧をコントロールする呼吸筋の一種で、息を吐くときに働きます。他の腹筋群とともに腹式呼吸、くしゃみ、姿勢維持、分娩などを行うときに欠かせない存在です。
いかがでしたでしょうか。本日のストレッチメニューはこれでおしまいとします。最後までご視聴ありがとうございます。少しでもいいなと思ったり、していただければ高評価と登録、チャンネル登録の方をしていただければ少しでも励みになりますので、よければよろしくお願いします。ではまた。